スナックワールドはレベル5によるメディアミックスコンテンツ。イナズマイレブン、ダンボール戦記、妖怪ウォッチに続くレベル5のクロスメディアプロジェクトの第4弾となるタイトル。ハイパーカジュアルファンタジーと称し RPG 王道の中世ヨーロッパ風、ハイファンタジーにスマートフォンやコンビニエンスストアといった現代的モチーフを混在させた独特の世界観が特徴。 さっきの同社クロスメディアプロジェクト群と同様に、テレビアニメコミックゲーム連動玩具など、多角メディア展開が行われる。2015年のレベル5ビジョン2015、ザビギニングマイナスにて正式発表され、その後1年以上続報のない状態であったが2016年7月27日開催のレベル5ビジョン2016において、追加情報と共に発売時期が定められたことを発表した。 2018年、一般社団法人キャラクターブランドライセンス協会が主催する日本キャラクター大賞のニューフェイス賞を受賞。Nintendo 3DS 版は2017年8月10日に発売。Nintendo Switch 版の発売も発表され、スナックワールドトレジャラーズゴールドのタイトルで2018年4月12日に発売。自分自身のアバターを作成し、トレジャラーとなり、 宝探しや冒険をするアクション RPG。工述のアニメ版キャラクターも登場する。ゲームでは入るたびにその形状が変わるローグライク風のランダムダンジョンとなっており、拠点とダンジョンを行き来しながらボスモンスターを倒す、アイテムを入手するなどのクエストをこなしていく。武器であるジャラには技や属性などが割り当てられており、敵によって有利なジャラに切り替えながら戦う。 あらかじめ6つのジャラを設定し、画画面で持ち帰る。ガングのスナックジャラでタフィグ等とも連動し、ガング内蔵の NFC によりゲーム内にアイテムを入手できる。ローカル通信、インターネット通信で4人までマルチプレイも可能。後に有料追加コンテンツが配信された。スイッチ版のゴールドでは以下の点が 3DS 版と比べ強化、追加されている。 故郷の村を滅ぼされ、家族を失った主人公が宿敵ビネガーカーンへの復讐を果たすべく、仲間と共に宝物探しやモンスター退治といった依頼を受け、冒険の旅をする。マスタードファミリーマロリーファミリー召喚する際のメロディーは、ビースト第2430話に登場。召喚する際のメロディーは、ファイトンファイトンファイトンファイト、トンファイトファイトンファイ,トファイ,トファイター。 召喚する際のメロディーは、アーハーネイチャー。召喚する際のメロディーは、リザード。召喚する際のメロディーは、ワンダーラン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 ワンダーラン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 ワンダー。召喚する際のメロディーは、俺は暗黒生まれの流れエモンクールで悪そうな、やつ大体デーモン。召喚時のメロディーは、ほー。アンデッテッ,ッドデッドアンデンデッドデッドアンデッド。召喚する際のメロディーは、 マシンマシーンマシンマシン。召喚する際のメロディーは、マーリンマリンマリンマーリーマリン。召喚する際のメロディーは、魂の精霊のスピリット。召喚する際メロディーは、ドラゴン、SS ランク。王国御用達の最高級ブランド。人間国宝級の職人たちがデザインした美しいホルムを一流の工業技術で生成した最高級ブランド。有名子。 クランアリエネのような偽ブランドも出回っている。小喚時のメロディーは、クランリン、S ランク。魔力のある功績でできた冒険者に人気のブランド。小喚時のメロディーは、フォースマジックブリタニアエンチャント、S ランク。大陸ナンバーワンの最先端技術の電子メーカー。装備品からスマホまで、あらゆる分野の最先端ブランド。フェアリポンもこのメーカー製。小のメロディーは、 ダウンローディングフェアリーエレクトロニクス S ランクピンクのデザインが女性に人気のブランド小喚時のメロディーはシャイニングフォーエバーペフォーニー A ランク小喚時のメロディーはデットントントンデットントントンデットン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 ,トン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  A ランク古代の技術の結晶だがどこか未来的な雰囲気もありそのセンスは現代にも通じる小喚時のメロディーは アーレガシー。A ランク。怪しげなかっこよさが魅力。ビンさんとも愛用している。小喚時のメロディーは、うわはははは、ファントム。B ランク。ハイセンスなデザインが若者に大人気のブランド。小喚時のメロディーは、ハイ、ハイ、ヒッヒ、フライハイ、フライング CAT。B ランク。ブランド性を持たない装備。略称、ノーブラ。小漢字のメロディーは、 ノーブランド、B ランク。小喚時のメロディーは、パカララパパカララパ。B ランク。大陸で一番商品数がある、人気ブランド。大量生産されているので、高性能でも安価。小喚時のメロディーは、冒険に立て狂るぜ。2017年4月より、テレビ、東京系列全6曲にて放送。全編フル 3DCG アニメーションとして、制作される。 2017年4月13日から2018年4月19日まで放送された。その後、2018年5月2日から9月26日まで、スナックワールド大冒険セレクションのタイトルで、傑作戦が放送された。アニメでは、立体人形のようなキャラクターデザインや、意図的にコマ抜きをした動きなど、3DCG ながら、ストップモーションアニメーション風の表現方法を、 取り入れている。2015年4月7日、本作のパイロット版がレベル5より YouTube 上で公開された。パイロット版は、フルコマから動きがぎこちなく見えるか否かギリギリのところまでコマを抜きながら表情やポーズをつけていくという手法が取られ、キーアニメーションは数コマ打ちにする一方、アクションや回転運動、セカンダリー、並びにカメラの動きは、 フルコマにするというルールが制定された。その結果、パイロット版は良い評判を得られた一方、不慣れなアニメーターがこの手法を使うと手抜きに見られる懸念があったため、テレビシリーズの制作は一度見送られた。2016年のレベル5ビジョン2016で公開されたプロモーションビデオでは、アニメーターがコマ抜きになれ、うまく表現できるようになったため、音声を アフレコで再収録した際にも映像と音声にズレが生じることはなかった。これを受け、オルムの CG スーパーアバイザー、森泉仁志氏は、アニメーターの慣れの差を埋めるために、パイロット版の制作ルールを改定し、テレビシリーズの制作ルールを定めた。テレビシリーズ版のルールの一つに、体の動きは基本的にフルコマにするというものがあり、慌てた時に手を振るといった。 誇張表現は、コマ抜きにするという例外が定められている。この例外は、少しコマを抜いた方が面白いという森泉の考えに由来するものである。また、キャラクターの表情もアニメーターの個性によって、大きな差が出ないようにするために、パラメーター化され、口パクや表情は、コマ抜きにするというルールが定められた。アニメーションの制作には、マヤトヌケが用いられ、 パイプラインの管理にはタクティックが用いられた。2015年12月19日に公開された映画妖怪ウォッチ縁まだよーと5つの物語だ、にゃんの同時上映として本作のミニアニメが公開。2016年12月17日に公開された映画妖怪ウォッチ空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だにゃん。では本編前にスナックワールド人嫌いのレニーとして 同時上映された。主人公のチャップと、人嫌いなドラゴンのレニーの友情を描く。よろずやふじみのすによる漫画が、月刊、コロコロコミックにて2017年1月号から2018年8月号まで連載された。全3巻。また、書、T による漫画が、週刊少年サンデー,エースにて2017年7月号から2018年4月号まで連載され、 ウェブコミック配信サイト、サンデーウエブリでも同じ内容のものが配信されていた。テレビアニメ版のコミカライズとなっており、コミックスでのタイトルは、トゥブアニメーションスナックワールドとなっている。テレビアニメを元にした小説が、小学館ジュニア文庫にて2017年7月から2018年6月まで、全3巻発売された。トレジャラーズでは作中に実在する商品が登場している。 スナックワールドジャラステは、タカラトミーアーツより2017年7月13日に稼働開始のチケットプリントタイプのアーケードゲーム。自身のアバター呼び出したモンスターやフレンド3体でチームとなりバトルをする。ジャラやスナックも使用可能。プレイ後のジャラ宝くじによる抽選で筐体連動のガチャで限定ジャラを入手できる。別売の セブカによりアバターやニックネーム、経験値などをセーブできる。2018年10月4日から、スナックワールド・ジャラステ・ゴールドにリニューアル。2019年1月より、同じ筐体で、他のゲームと切り替え共用となった。2021年5月をもって、順次稼働終了。2017年7月より、妖怪ウォッチのオフィシャルショップとして営業していた、ヨロズマートにて、 当作品のグッズを扱うようになった。同年8月10日より、ヨロズマートミに、東京駅一番外店を除くすべてのヨロズマートで、当作品のグッズを扱うことになり、これを機に、店名も、レベル5ヨロズマートと解消した。韓国では、2018年7月から、テレビアニメが放送された。同年11月23日からは、スマートフォン向けアクションゲーム、 スナックワールドバーサスの配信が開始され、CM では女性グループ、今月の少女のメンバーが起用された。スナックワールドトレジャラーズに関するカテゴリー、スナックワールドトレジャラーズゴールドに関するカテゴリー、ありがとうございます。